もうさすがにいねえか。かわいそうに。オマが一番響くやつやん。おい、お、エロエロコンビですね。頑張りましょう。シュン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 。よーナイス。電さんが押すんだ。やば。アミボや。やばかったぞ。アミボやね。電さん、結構下から来てたけどね。ちょっとさすがに死ぬかな。電さん死ぬかなと思っちゃったんでアドミン見ました。2秒くらい。多分1秒くらい残ってると思います。なんで自分が死ぬと思ったらアドミン見るんだ。あ、誰かがってことだよね。そう、誰かがこんだけ長きゃ死ぬ野郎。1秒じゃ覚えられないよ、残されても。でも武器9人ぐらい見てますよね。いや、いたいた。めっちゃいた。武器アドミンに苦しめられたんじゃないのか。すごい文句言う。おお、ナイス。あれこのアドミンゼロっていうのはどういうことなんですか。2.2 秒とかだったらこれになるからギリ。ギリ。ああ、ランアウトしてないんだ。うん、ランアウト。一応見れはするんだね。一瞬見れる。許していいんですか。何を？無線を？有線。無線を？いや、じゃあアドミンだよ。アドミンを。まあ2秒って言ってます。おじさんのトイレがね、Wi-Fi になればいいんだけど。どういうこと？どういうことですか？どういうこと？わかんないよ。アモアスがね。録音に迷う。みんな急になんかおかしくなってきた。メインで湧きたいよ。あ、ゲンさんがいた。もうさすがにいないか。やばすぎこのターン。魚さんでいけるの？いや、魚さんわりかし最近まで見てる。6秒前に死にました。僕このターン1分以上バイタル見てました。やばいよこいつ本当に。やば。ずっとバイタル見てるプテを見てたんだけど本当に一切離れなかったですこいつ。意地で見てた。レイヤーさんも1分プテさん見てたんですか？いやもうずっと見てましたけど。死人を教えてほしい。その6秒前に、はい6秒前やったら僕シュルダーするのが工藤ブリー伊豆ですね。はい。マジ？伊豆おまおじ魚でシャワーメインエンジンの方向に行っていて、エンジンのど真ん中ぐらいでリアクターが鳴って、
伊豆おまおじでリアクター向かって、僕は左、おまおじさんがヌーン乗って右、さかなさんはそのままコミュニケーション方面まで走ってます。で右の方に行った場合工藤さんが直してまして、ハイブリさんがそこにも駆けつけたので、そう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 、6秒前だったら無理です。じゃあプテのバイタル偽装はないと思うのと、プテ名や高田みたいな、ね、いや高田さんもできなさそう、うん、白です。メケンさんも届かなそうかなって感じはする。まあ、一応ね、僕最終位置エンジンの真ん中の給油のとこまで行けてるんで、ドア開けてここまでは行けてます、ね、じゃあごめんメケンさん、はじけ一応私メイヤさんとあのエイキで下げ下げタスクを全部終わらして、うん、でその後、カメラを見ましたよと。で貨物に梅健さんが上から下に下っていく様子が見えました。一応3周ぐらいしてます。でその後キッチン入ってドア開けてバーガータスクやって終わり、はい、でこっち方面に魚さんが来てた場合は私もできると思います。それで梅健さん届きます、エンジンど真ん中まで給油。いやそれね結構前ですよ。僕がその後プテさんとメイヤさんのとこで行ってバイタル見て誰も死んでなくてエレキメインエンジンまで行ってる、うん、結構前の情報、うん、エレキメインエンジンまで行けるんだなと。行ってます行ってます。うエレキメイン、じゃあ貨物バイタルエレキメインエンジンってこと？そうです。でプテさんとメヤさんともちゃんと合ってます。バイタルあ合ってんだ。自分は分かんないです。あメヤさんいるいる。あいますよね。メヤさんはあの後から貨物方面から来てエレキの方に抜けてったのは僕が見てる。 その時にバイタル見て誰も死んでなかった。誰ができるんだ、ごめんなさい。ゲンさんってどこですか？メン最後キッチンです。メヤさんとお会いしていくの死人はないです。ゲンさんと翔平さん、僕ずっとエレキ、えずっとでもないか、初動でエレキにいて、エレキにいて、ずっとエレキのタスクやってて、で、メイン上がって、最後、シャワーから、アーカイブ入るぐらいのところです。あれ、工藤はリアクターの右でしょ？リアクターの右にいますけど。ああ、そっか、おまえさんに。そうそう、オマブリ、工藤で。じゃあ、諸平原梅か。諸平原梅。諸平原梅。やべ、うまくはまらんな。はい、はい、ミーティングの、机の上で死体高田さん発見。お奥誰かいました？下から上にぐるっと回る形でボタンを押したんですけど、あの通報ボタン、いなかったと思うんですよね。ごめんなさい、もしかしたら見逃す可能性あるけど、基本いないと思います奥。うん、で僕はアーカイブシャワーメインエンジン宿舎昇降機ミーティングって言ってます今。コミュニータっていう人ちょっと自己申告です、結構多かったと思うんですけど、ハイブリイズ、最後プテ君がエンジンから入ってきて、もう一人だと思う。メイヤさんもいた。メイヤさんもいたんじゃない？うん、おまおじさんじゃないの？いや俺が一番最初にね、直してるはず。で梅健が直しました、多分。あそうか、どっちかが直してるね。ミーティングだったらオマプテは弾けるとは思います。弾けます。もう一回コミューの前のメンバーいいですか？はい。自己紹介でいい。はい。諸平原駆動以外です。諸平原駆動以外。諸平原駆動以外がコミュー。はい。僕、シェリフなんで、そこの人たち、はい、若干気になるのがメイヤさんとプテさん。どういう。メイヤさんと僕はシャワーのタオルタスク奥まで確認してから、僕はコミューに向かってて、メヤさんはどこ行ったかわからないが、宿舎あミーティングまで行ってキルする時間はないと思う。だからメヤさんは僕視点で奥だったら白です。俺はタスクをシャワーのタオルタスクをやってから向かってます、うん、あやって時間はないはずで。で伊豆さんもエンジンの、僕がメインホールから来るのを伊豆さんも見てくれてると思ってる。はい、
縮小できる。あまり現在初手切りの容疑者って結局3枚やったと思ってて、私と梅健さんとあと一方翔平さん、翔平さん、私と翔平さんのロラじゃダメですか？2手目も翔平元黒ですよね。ああ両方ともに容疑者に入ってるから、はい、2連続で浮いてるから、ほぼほぼここに黒いるっていうのは客観視点で、私視点は、高田さん、まあ高田さんがボタン待機ってことは、米サボ直ってボタン押さなかったってことは、時系列的に割と前のキルですからね、高田さん。何秒前だろう、うん、7、8秒前には殺されてる。小松さんどうしますか、ローラーでいいと思います。うん、了解です。どちらから？ちょっと待ってね、翔平さんが前に。あ、翔平さん入れちゃっていいですか、もうじゃあ。平安が源さんからだから。右行きます。翔平さんからお願いします。はい。はい。じゃあ、コミュ、あ、左行きます。じゃあ、コミュ。あら、右。ふともコミュ。じゃあ、右。単純がバチコリ残ってそうな気がするんで。お願いします。ほい。ほい。ほい。あ、持ってかれてる？明夜さん持ってかれてる。明夜さんが死んでる。キル発生してるけど、今ね。明夜さんあれだと発生しないです、ね。発生しない。キルじゃないでしょ。じゃあまあ、反水しますか、ちょっと怖いか。ってなると、もう一回整理した方がいいか。そうだよね。だって、ゲンさんからさっきの提案で。そうだね。源さんが来る、いや変わんないと思います。変わんないね。見て、はい、うん、容疑者位置に入ってるのは少ししかないんで。うん。梅健は？翔平さん容疑者位置だったし。だから今焦るべき人物は源さんやと思ってるんですよね。源、うん、さんは翔平さんがマットって確定してるのに、確定してるんで、うん、自分が来るって分かってるんやったら、インポスターが誰かを推理すると思います。そうだね。源さんに時間あげた方がいい、ね。初手切りに関しては私梅健さんだと思います。翔平さんがマットであった以上、翔平梅で強労できる目。二手目に関しては工藤さんかな。あ、セルフ、はい、おお、セルフはな、ね、あーまあ殺してずっと上で待機したならあるか、門番キルとか狙われてたんだと全然あるかなって思います。うん、まあ OK です。はい、まあ原産これも私取られたら基本落ちてるみたいな話だと思っていいと思いますけど、冠水でいいんじゃないか。工藤さん冠水じゃなくて待っていただけません？私落ちるとまずい。いや、もう仕方ないですもん。もう昨日メケンを弾いたロラを結婚してしまった以上、やってしまった以上。結果的に翔平さんがっていうだけで状況は変えたくないので、やっぱり僕は完成したいですね。現時点ではメケンさんと工藤さんの二郎が割と硬いので。ここだけ送っていただければ。いや次だって、例えばじゃあそれ以外の誰かが殺された場合って結局どっかで決め打ちしなきゃいけなくなったりするし。うん、いいと思いますよ。いいでしょう。もう一ボタン入れるかどうかだと思いますけど、俺は押しちゃったんで。自分も残ってますよボタン。まあ押してつるん、誰つるんだって話だけど、まあまあまあ一応残ってることだけ。はい、お願いします。大丈夫な、ハイブリさんも初手大丈夫ですでしたね。俺見てる。あれ初手、初手じゃないでしょ、2手目でしょ。え、あれ初手もだっけ。初手って昇降機右に来てたでしょ。え、それ初手、それ2手目じゃない。え、まあいいや。はいです。はい。はい。初手やと思いますよ。工藤さんが、右側で直してる時のターンですからね。あれが初手やったっけ？あ、じゃあそうだわ。初手っていうか、まあ、最初のキルというか。ああ、じゃあ、お守りさんがヌーノって言ったら、工藤さんとハイブリさんがいた。工藤さん直してて、ハイブリさん後から駆けつけたので。ああ、そうそう。で、6秒前行ったら届かないってことだよね。そういうことです。場所的に無理そうだなっていう。なるほど。じゃあ、大丈夫かな、僕視点は。感覚値ですけど、そうです。伊豆さんも確率1番なんで、手汚してない可能性ありますね。ありますね。まあそれはそうかなとは思いますね。なんなら高い、なんなら高いですね。汚してないですね、多分。うん、ちなみにタスクは
まあ、頑張ってますけど、ちょっとね、多分皆さん終わってるんじゃないかな。どうだろう。もう終わります。もう終わります ね。30秒では終わらないけど。高菜さんのキルのターンに1分以上あのバイトラム見てたんで、ちょっと結構厳しい。確かに。厳しくはないよ。全然まだまだあのかかるって感じです。あと2ボタンぐらいは挟まないときついかな。多分メイヤさん怒ってますよ、今頃霊界で。いや、メイヤさんもやってないでしょ、だって。メイヤさんも僕のこと見つめてたんだって。なんかタスクでいいんじゃないですか。ありますよね、そういうことね。そのもう見始めたら引くに引けないときね。そうね。そのプライドいる？いまあまあでもまあまあ引けた方がいいよ。半端に途中でやめちゃうよりか。そうそうそう。やる気がある。メインモクとかしてるんじゃない。あらー、まあ、タスクルートで大丈夫です。次のターン絶対終わります。ほい、終わってます。あ、一応場所が石油キッチン館の通路です。まあ、コミサボ中なんで、まあスローとも追えば釣れるし、タスクでも勝てそう。タスクで行きましょうか。そう、僕が遅いね、一番。次終わりそうですか。あ、絶対終わります。あとは配線かな、上のミーティングの8か配線かゴミか。まあ多分ハイブリさんやと思います。このターン伊豆さんが無理っぽいんで、はい、エプレさんコミサボ直さなくても大丈夫？はい、大丈夫です。はい、はい、きついよ。あ、あら、ラストじゃなかった。あれ最後僕っすね。あ、おまこ。どうぞ。いや、笑ったような雰囲気出してたよ。いや、なんか、伊豆さん遊んでたじゃないですか。本当だよ。そう、俺は終わってました。はい。いや、俺もまあ、終わってるぐらいの感覚や。終わってる風だったんですか。風だ。終わってる風。捨て橋が終わらなくて、ハイブリさんが見事切って、勝つみたいなさ、流れを見た。橋がそうそう見た。もうバイタル見すぎてすみませんみたいな。いやー、もうね、最後一個は違うところにあったのが分かんなくて。言うやつ待ってたのに。そう。全然ふて橋終わっちゃった。ちなみにプテがあの言った時も俺終わってたよ、タスク。え？本に。え？え？それは何？それはぶで幽霊でしょ？でも。いや、もう幽霊になる前からもうほぼ終わってたよ俺。すごいな。したくないよそんな。覚えられなくてもう一回言っちゃったんだよ。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。お願いします。